口を開いて。早瀬千歳先生は俺のクラスの担任で、分かりやすい授業と親しみやすい性格で生徒からもすごく慕われている。そして今でも少し信じられないけど、俺の大事な恋人だ。ちゃんと聞いてる？ダメよ、ポケットしてたら。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。今日もいっぱい食べてくれたわね。千歳さんのご飯が美味しすぎるから最近食べすぎて太ったかも。あら、そうかしら。えい、あ、ちょ、くすぐったいよ。大丈夫、余計なお肉はついてないわよ。千歳さんって意外とそういう子供っぽいとこあるよね。今は先生の時とは違うもの。あなたの前でだけよ。